はい、皆さんこんにちは、スイコカワタロウのカムテです。こちらね、皆さん覚えていらっしゃいますか？グラデーションウールの、プルオーバーセーターですね。 V ネックのセーターです。で、袖の方編んできまして、で袖山の方ね、試しに一つ作ってみました。で、こういう感じでね、袖ができてきているんですが、まあこれをね、こうつけていくわけですよ。で、これで多分この袖山のつけ方でいけるんじゃないかなと。見えてるかな、ちょっと移動させますね。よいしょ、こんな感じでね、袖付けをしたら、これでいけるんじゃないかなと思いますので、今日は袖山のところを編んでいく動画撮っていこうと思います。でね、これね、袖山がこうできてきましたら、これね、いきます。これこんな風に袖山、今ここまで両方編めているんですけれど、動画内でもね、ここまで編んできているんですけどね、ここからこういうね、袖山を作っていきまして、それができましたら、こう袖の下のところをね、かがっていきます。今まだ途中までね、かがっているだけなんですけれども、脇のところまでね、脇の下のところまで剥ぎ合わせていきます。剥ぎ合わせるでいいのかな、このね、用語って難しいですよね。はい、ここのところまで、できたらやっていこうかなと思っております。はい、袖の方、こちらグラデーションウールのレッドミックスですね。すごい懐かしく感じますが、久しぶり、2週間ぶりぐらいですかね。はい、ここまでできてきております。で、ここまで、ここまでできてきているんですね、普通で見ましたらね。で、この長さね、この長さは、ご自分の腕の脇の下から袖口までの長さっていう風に測っていただいたら、その長さ出てきます。はい、で、そこから、袖山を作っていくわけですね。はい、袖山の方ね、図で描いたらこういう感じになっているんですけれども、数字で描いた方が分かりやすいかもしれないですね。まず3目伏せ目します。3目伏せ目して、2段に2目を3回、2段に2目を3回、で2段に1目を5回、2段に1目を5回、それから2段に2目を4回、2段に1目を1回、であと2段平らに編むと。で、これで減らし目ですね。最終的に14目残ってくるというような、こういう編み図になっています。はい、ではやっていこうと思います。ね、このね、この数字の読める方はもうこういう図がなくてもね、解説なくてもこれだけでさっと編めてしまったりするんですけれども、もうこんなややこしい説明とか聞く前にこの数字を見せてくれって、これだけで編めるんやっておっしゃる方もあるんですけどね、まあとりあえず全く初めてで、一緒に編まないとできないっていう方もありますので、これ見ながら編んでいこうと思います。はい、それでは編んでいきますね。では、まず3目伏せ目します。はい、1目編んで、2目目も編んで伏せ目します。これ伏せ目1つ、2目目編んで伏せ目します。3目目編んで伏せ目します。はい、これで3目伏せ目できました。では端っこまで、このまま普通にメリヤス編みしていきます。はい、最後まで編んできました。そうしましたら編み地ひっくり返します。はい、裏向けにして裏目で3目伏せ目します。1目編んで、2目目編んで伏せ目1、次の目編んで伏せ目2、次の目を編んで伏せ目3です。はい、では
また最後まで、裏編みで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、では編み地ひっくり返します。はい、3段目編んでいきます。3段目は2段に2目を減らします。最初の目は滑り目します。そして1目編んで伏せ目、1目編んで伏せ目。はい、これで2目伏せ目できました。では最後まで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では編み地ひっくり返します。はい、4段目です。2目減らし目、2目伏せ目します。1目滑り目します。1目編んで伏せ目、2目目編んで伏せ目。はい、あとは裏編みで最後まで編みます。はい、最後まで編んできました。では編み地ひっくり返します。はい、次5段目です。2目減らします。はい、滑り目して1目編みます。伏せ目します。2目目編んで伏せ目します。これで2目伏せ目できました。では最後まで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、では編み地ひっくり返して6段目編んでいきます。はい、6段目2目減らします。1目滑り目、2目目編んで伏せ目します。次の目編んで伏せ目します。はい、これで伏せ目が2つできました。では最後まで裏メリヤス編みで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、これで次 7段目ですね。はい、次7段目2目減らしていきます。1目滑り目、次の目を編んで伏せ目します。もう1目編んで伏せ目します。はい、では最後まで表編みで編んでいきます。では8段目2目減らし目します。1目滑り目して、2目目編んで伏せ目します。次の目編んで伏せ目します。はい、では最後まで裏編みで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では編み地ひっくり返していきます。では次は9段目です。1目減らします。滑り目して1目編んで伏せ目します。はい、これで1目減りました。では最後まで普通に編んでいきます。はい、最後まで編めました。では編み地ひっくり返して10段目編んでいきます。はい、10段目1目減らします。最初1目滑り目して、次の目を編んで伏せ目します。はい、これで1目減りました。では最後まで裏編みで編んでいきます。はい、最後まで編めました。では編み地の方ひっくり返していきます。はい、では11段目編んでいきます。11段目1目伏せ目します。最初の1目滑り目して、次の目を編み伏せ目します。はい、これで最後まで普通に編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では編み地ひっくり返して12段目編んでいきます。はい、12段目1目減らします。はい、最初1目滑り目、次の目を編んで
で伏せ目します。はい、では最後まで裏目で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、では編み地ひっくり返していきます。はい、では13段目編んでいきますね。13段目1目減らします。最初の1目滑り目します。次の目を編んで伏せ目します。はい、これで1目減りました。では最後まで右の鎖で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、では編み地の方を裏返していきます。はい、では14段目編んでいきます。14段目1目減らします。最初の1目滑り目して1目編んで伏せ目します。はい、では最後まで裏目で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では編み地の方をひっくり返して15段目編んでいきます。15段目最初の1目滑り目します。次の1目を編んで伏せ目します。はい、最後までこのまま編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、15段目編んできました。では編み地の方をひっくり返して16段目編んでいきます。はい、16段目も1目減らし目します。滑り目して次の目を編んで伏せ目します。はい、これで1目減りました。では最後まで裏目で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、では編み地の方をひっくり返して17段目編んでいきます。はい、17段目、1目減らし目します。最初の1目滑り目して次の目を編んで伏せ目します。はい、では最後までメリヤサミで編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、次は、編み地ひっくり返して18段目編んでいきます。はい、18段目1目減らしていきます。最初の1目滑り目して次の1目を編んで攻めします。はい、これで1目減りました。では最後まで裏目で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では19段目です。19段目2目減らします。最初の1目滑り目して次の目を編んで伏せ目します。はい、その次の目も編んで伏せ目します。はい、あと普通に編んでいきます。はい、最後まで編んできました。では編み地の方をひっくり返して20段目編んでいきます。はい、20段目2目減らします。最初の1目滑り目して次の目を編んで伏せ目します。はい、次の目ももう一度編んで伏せ目します。はい、では最後まで裏目で編んでいきます。はい、最後まで編んできました。はい、そうしましたら今日は20段目まで編んできたんですけれども、続きはまた明日の動画の方でやっていこうと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。